2018年7月11日の早朝です。おはようございます。マルコの福音書の15章、1節ずつ2箇所、5節とそれから22節、お願いします。それでもイエスは何も答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。22、23、そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとどころの場所へ連れて行った。そして彼らは持ち役をまいたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスを飲みにならなかった。天の御言葉を通して豊かにお語りください。イエス様にあっていたします。アメン。一つ目は十字架にかかる前の不当な裁判の時ですけれども、イエス様はピラトからいろいろ質問されたんですが、一切何も答えにならなかった。この時だけではなくて、人々からいろいろ訴えられた時も彼は一切答えようとはされなかったんですね。それはもう神様から言われていた、父なる神様から言われた十字架を彼が受け取っていたからです。ですからもう十字架にかかることを決心していたイエス様はいちいち答えられなかったんです。私たちが自分の義を主張したいのは、神様が当てようとされている十字架をしっかり受け止めないから弁解と、それから自分の義を主張したいのです。でもイエス様は自分の義を主張することをおできになったし、 100% それは正しかったんですが、一切お答えになりませんでした。そしてもう自分が受け取る十字架を引き受けられたんですね。で、私は一生懸命自分は正しい、自分はこうだという言い訳と自分の義を主張します。でもそれは十字架の道とは真っ向からぶつかるということを覚えてください。で、私たちがこう本当にまっすぐに十字架を引き受けた時、もう別に何と言われようとどう思われようと関係なくなるんですね。そして神様は知ってるから、もうそれでいいと思って心が定まるときに、神が働き始められます。そして何が正しくて何が間違っているかを、時が来れば神が怖いくらい明確にされます。多くの場合それを見ないのは、神が働く前に私たちが一生懸命主張して声を上げて叫び語るからです。私たちが口をつぐみ本当に喜んで主の十字架を引き受ければ、神ご自身が直接働いてくださるということはね、知ってほしいんですね。でも多くのクリスチャンはそれを見ないのです。でもそれを本当に神が働いてくださったら、神がねそれを成してくださることをまず覚えてほしいですね。でもう一つ、イエス様が十字架かかるときに持ち役をまいたブドウ酒を受け取られるとしなかった、ね、ある場所では舐めただけで拒否されたと書いてありますけれども、これはいつも言いますように、これは麻酔の役をするんですね。最後の一番最後に受けた、苦みをまいたブドウ酒だったっけな、一番最後のやつはこう受け取るんですね。それは痛みを増し加えるんですよね。でもこの一番最初のやつは麻酔の役をする、つまり麻酔なしで手術を受けるとすごい目に遭う。何度か話しましたが、私の父が盲腸の手術の時、今時盲腸なんて簡単なはずなのに麻酔が効かなくて本当に苦しかったみたいに、たかが盲腸なのにものすごい苦しかった。でその時にイエス様の十字架を持って耐えたってことを言ってましたけども、こうそんな簡単な手術でも苦しいわけですけども、イエス様はあのローマがやめてしまうほど苦しかった十字架をたった6時間で、人間的に言い方をしたら死んでしまう、この地上の命をこう神に捨てられて、まさに死んだんですね。地獄に落ちたんですけども、私の代わりに、その苦しみの極みに行くときに麻酔なしで引き受けられたんですね。だから私はそうしなきゃいけないと言ってるんじゃありません。それは私たちがどんな最悪の苦しみにいたり、どんな状況になったとしても、もっと苦しい苦しみの中に主は入ってくださった、もっと下に主の手があるということを主は、そこに行かれたわけです。だから私たちがどんな苦しい苦しみにあったとしても、もっと下に神の手がある、十字架はもっとそれよりも大きな苦しみの中に入って、私たちをだから大丈夫だよということができる。そしてそのもっとその苦しみの中から私を救い出しくださることができるのが十字架であるということをね、覚えておいてほしいと思います。神様はこれわからないなんてことはありえないのですね。ね、そんなことはない。イエス・キリストにわからない苦しみや孤独や罪などは、罪の報いというかですね、それはない。主が代わりに全部舐め尽くしてくださり、痛みの中に極みにまで行ってくださったということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日もあなたが私たちを
成功してくださることをありがとうございます。イエス様になっていたします。アメン。イエス・キリストの十字架があるので、今日も一日天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。イエス・キリストの十字架があるので、今日も一日天の神ご自身が私たちを成功させてくださいました。アメン。みんなここ